こんにちは。動画を拝見しました。え、いくつかね、えー、次につながる動画のヒントをお話していきます。お話の内容はよく分かったんですが、ちょっと声が小さかったですね。えー、もっとね、こう分かりやすく声を入れていただくと、まあ助かります。あの、ボリュームを最大限にして、まあ聞けたはいるんですけども、あの、動画の視聴維持率っていうんですけども、最後まで見ていただけるかどうかっていうのは、聞きやすいか、画面が暗くないかってことなんですよ。 声が小さかったり雑音がいっぱい入っていて聞きづらかったりねそれから画面が暗いとやっぱり途中で視聴を止めちゃう可能性が非常に高いらしいですね、まあ、ですのでどんな時でも聞きやすい声で届けていくっていうこととだから音量をね大きめに入れていくっていうこととあとは明るい場所で撮影してくださいってことですね今回明るい場所での撮影だったんで良かったと思います雑音も気にならない程度だったんですがちょっと声がねちっちゃかったように感じます であとはね、スマートフォンで撮影される場合は、縦撮りではなくて横取りで、こういう風な感じです。横中の四角の箱に、自分のこの姿がバストアップ、胸から上で、全体の画面の5分の1から1 6分の1ぐらいのサイズで入ってるといいですね。今私がお見せしているこのバランスです。で、えーと、こんな風に、隅っこに映るのもいいです。そうするとね、ここにね、なんかこう、ニュースの画面みたいに、 別のものが差し込めたり、ここに文字を入れられたりするんですよ。もしくは何か紹介したいものがあったら、こういう風に掲げることもできますよね。そんなところですかね。はい。動画の方ありがとうございました。次回も期待しております。それから、できれば一般公開で出せるような動画を作っていきましょう。限定公開は基本的に動画を作ったうちに入りませんので、あの、場合によっては限定公開しなければならないものもね、あると思いますけども、基本的には一般公開動画をたくさん作っていくようにしましょう。 はい、じゃあやっていきましょうやりながら度胸はつけていきましょうでいってらっしゃい